タックスムービーは VHS でオートフォーカス。だからあっちに向ければあっちにピント。こっちに向ければこっちにピント。桃子にも取れちゃった。マッサックス。日立のヒント商品です。やっぱりここが一番落ち着きます。日立の家具調こたつ木造りは両面豪華な漆調、日本の情緒ね。冬はこたつに、日立家具調こたつ木造り。日立のヒント商品です。オフィスのリズム変わります。日立のビジネステレフォンは座ったままで仕事ができるスピード転送、仕事をしながら仕事ができる往復オートダイヤル、オフィスのホットなコミュニケーション、日立ビジネステレフォン。日立のファクシミリのおかげで我が社も支店同士のコミュニケーションがワンタッチになったな。それはもうあのワンタッチファクシミリをお選びになった社長のご決断のおかげで。あれあれ、ね、社長、日立のハイファクスはワンタッチ、書類送りもワンタッチでピッ。ワンタッチ、そういうこと。日立のワンタッチファクシミリハイファクス。ミニロカは匂いを取ってミネラル入りのおいしい水を作ります。蛇口にセットするだけ、日立浄水器ミニロカ。日立のヒント商品です。これは電球みたいですが、実は蛍光ランプなのです。蛍光ランプがそのまま電球型になりました。こんなに小さくできたのは日立だからですね。電球ソケットで使える経済的な蛍光ランプ、日立のコンパクト。日立のヒント商品です。ああ終わった終わった終わりましたよ。終わりま、このしぶとさが会社を繁栄させるわけですね。ピップピップエレキバン。マルコメ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 。うん、やってるやってる。好き嫌いのない元気な子に育ってほしいな。ね、マルコメくん。マルコメ味噌。もうハイグレードはいらない。バックコーティングしたスタンダードビデオカセット。スコッチイージー。ほっほっほ、甘くないのよ世の中は。賢くなりまーす。週は週刊賃貸住宅ニュースレター検閲。そこの子一匹、そこの子三匹、そこの子の三匹。おかしなチョコスナック、ハウスサラカナ。さかなかなはなかなかさ。火曜ワイドスペシャル、プロ野球12球団の選手がゲームやクイズに大発するオフシーズン最大のイベント、第5回プロ野球12球団対抗日本シリーズ、今夜7時半。さあすごい目つき。ガガ様、早く帰りたい。少女たちの涙はあの峠を越えた。ああ野麦峠、21日夜7時半。新鮮なリンゴは最後まで新鮮であってほしい。青森県人の主張です。産地のみずみずしさをお手元に。青森完熟リンゴ。アロエよ、ビタミン E よ、
クリームになりなさい。お肌しっとり。レディフル、レディフル AE クリーム。頑張れゲンさんは一曲歌ってからお止めください。頑張れ銀ちゃんもよろしく。キッコーマンから。痛い時以上私は守ります。頭痛生理痛に塩の実のセデスエイジョン。平吉さん会社遅れますよ。今朝は生味噌汁ですよ。今何言うた。お前はどうやった。もうペジリもうペジリ。真面目いこと言うたな。お前もうペジリ。私も僕も生味噌。母さんフリーザ満員ですよ。ちゃんと切り替えておきました。なるほど。切り替えレバーでセレクトルームがフリーザーに。東芝優等生セレクト。楽しいひなキャンディーもあるわ。ひなパーティーしましょう。ひな祭りは富士屋チェーンでね。サウンドもビジュアルもリモコンで、君はそこにいるだけでいい。パイオニアプライベート。君がテレビに夢中だから僕はコンセントになってしまった。キャンパスのお別れに約束してたの。ハートのアンテナがちょっぴりおしゃれな東芝 U30 新発売。甘くておいしいユキコのテレビ。デジタル見やすい電子の頼け。ブザーがついてて便利で正確健康家族です。お母さんの優しさ、東芝電子体温計。東芝デスクロボ、デビュー。鉛筆削り、作動。クリーナー、作動。僕、頑張っちゃう。東芝クリーナー付き鉛筆削り。笑っているのに笑ってない。怖くないな。トモヤの矛盾。矛盾？エクボアクネ洗顔フォーム。ただいま恋の勉強中の皆さん、毎日毎日お使いください。恋から